トミさん、こんにちは。2023年秋から段階を踏んで鑑定士になる方法というガイダンスを始めさせていただきます。担当いたしますはレクセン認講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、始めてまいりますね。2023年秋からですね、秋からね、段階を踏んで鑑定士目指しましょうと、そういうねガイダンスですけども、この後ですね、まあ今秋なんですけども、この後鑑定士を受けようかなって方がね、実は、まあ、例年ね続々と増えてくる、まあ、そういう時期なんですね。それがまさにこの秋なんですよ。秋です。で、これどういうことかって言いますとね、まあ、10月ですね。10月にはいわゆる宅建試験があります。で、その後満貫とかね、いわゆるあの不動産系の、ね、資格試験が続くんですね。そうしますと、それらの試験が終わった後ですね、終わった後、じゃあ次は鑑定士やってみようかなって方が、実は例年、続々と、ね、出てこられるんですよ。したがいまして、今回ね、まあ、秋からということで、そういう方たちに向けてね、こういうね、ガイダンスを組みました。で、もちろんですね、このガイダンス、ね、これから勉強始めようかなって考えてらっしゃる方だけじゃなくて、もうすでにね、鑑定士の勉強を始めたんだけど、最近ちょっとね、勉強のやり方で悩んでるんだ、ね、そういう方にとってもね、プラスになるような内容になってますので、ぜひね、最後までご視聴いただければ幸いです。じゃあ始めていきます。まずこちらですね、見てください。勉強はね、やっぱり方法論大事です、ね、で、間違えちゃうと合格できません。特に難易度が高い国家試験であればなおさらですね。で、またね、この方法論というのは一旦確立したら終わりじゃなくてね、勉強の過程で常にねチェックすることが実は必要なんですよ。脇道にそれないようにするためですね。で、ちょっとこちら見てくださいね。これは日本ですね。日本で一応ね、現在ね、ここですね、現時点、まあ一応東京と思ってください。現時点東京ね。で、仮にですよ、仮に合格が九州にあるとしますですね。これ仮にです。別に北海道とか東北が嫌とか言ってんじゃないですか。全然そんな関係ありませんからね。私はもうね、北海道も東北も大好きですね。一応ね、ここでは仮にです。仮に合格が九州にあるといたします。そうすると、この現時点、こっからですね、これですよ、列車に乗ってちゃんとね、九州に向けてね、こうやって進んでいかなきゃいけないわけですよ。もしこれ逆の方向行ったらどうなります？逆の方向行ったら永久に試験には合格できない、そういうことですね。だから合格が九州にあるんであれば、九州行きの列車に乗らなきゃいけない。でまた乗った後もですね、常にちゃんと自分がね、果たして九州に向かっているのかどうか、これを日々やっぱりチェックする必要があるんですね。いいですね、これ大事です。で、ただもちろんね、こういう方もいます。もう一気に、まあ、ジェット機でね、九州まで行っちゃう、いわゆる、ね、一発合格者ですね。一発合格者、こういう方もね、年々増えてます。レックからも毎年輩出してますけど、ただやっぱりね、このね、一発合格者の方たちですね、これはそんなにね、やっぱり大勢いらっしゃるわけじゃありませんのでね、年々この鑑定士もね、受かりやすくなって一発合格者も増えてはいますけどね、やっぱり大多数の方はね、こちらですね、列車に乗ってね、九州に向けて頑張ってこう進んでいく、まあ、こういうのが普通の、まあね、勉強のやり方であり、また受かり方ですね。で、方法論ね、まあ、勉強の範囲とか含めてね、この方法論、これ大事です。大事で、これに勉強時間、勉強量をかけて、これ合格が出るんですよ。いいでしょ、ね、だからこれね、どちらかかけてもダメなんですよね、方法論が間違って、で、勉強時間だけかけてもダメだし、また勉強時間いっぱいかけても方法論が間違ってたら、やっぱり合格することは難しいんですね。で、このまず方法論ですね、勉強の範囲とかの方法論ね、これ今ね、申し上げましたね、合格が九州にあるんであれば、果たして自分はちゃんとね、九州に向かってんのか、合格に向かってんのか、これを日々ね、チェックする必要があるってことですね。で、あともう一個、この勉強時間、勉強量ですね。これはね、もう一目に皆さんのね、この努力にかかってます。かかってる。ね。で、最後ここなんですよ。最後はこの勉強時間、勉強量で合否が決まります。決まる。ね。やっぱりね、この鑑定士試験なんかやっぱそうなんですけども、やっぱり
ね、こなさなきゃいけないやっぱり絶対量っていうのがあるんですよ。でそれをこなすためにはやっぱりね、それ相応の時間をかける必要があるんですよ。ある。だから最後ね、本当にここですね、この勉強時間、勉強量ね、これがやっぱ最後の大きな決め手になりますね。どんなにね、方法論正しくても、正しいやり方でやっててもね、勉強量が足りない方はやっぱりね、ギリギリでやっぱ落ちてるんですよ。特に2次の論文試験ですね、この後ね、あの1次とか2次のね試験のお話もしてきますけどね、特に2次の論文なんかではね、最後この勉強時間もうちょっとね取れてればっていう方結構いらっしゃる。ギリギリで落ちてしまう方ですね。やっぱね、最後この勉強時間どれだけ確保できたのかで決まる。でね、ちょっとついでに申し上げておきますと、逆に言うとこの鑑定試験ってね、他の司法試験とか公認会計士試験と違ってね、この勉強時間、これ結構ね、正直に合否にストレートに反映されるんですよ。どういうことかというとね、あのこれちょっと一回消しますよ。これまず勉強方法正しい、ね、レックなんかで教わったやり方しっかり踏襲して、ね、正しい勉強のやり方やった。ところが勉強時間がねちょっと足りなくてギリギリ不合格。でもそういう方はね、この足りなかった勉強時間、翌年以降ですね、しっかり埋めてね、勉強を上積みしていくと、ほとんど確実って言ってくらい合格できるんですよ。これが他の司法試験とか公認会計士と違う。他の司法試験とか公認会計士のような難関試験ってのは、毎年続々とね、優秀な受験生が受験戦線に参入していくんですよ。でもちろん鑑定士もそうですよ。鑑定士もね、やっぱり一定のね、やっぱり優秀な受験生も入ってきますけど、司法試験とか公認会計士ほどではない。だからね、後から来た人たちにいきなり追い抜かれるってのはあんまりないんですよ。しっかりとね、方法論、正しい方法論を踏んで、でしっかりまた勉強量をこなしていけばね、多少遅い早いの違いはあってもね、確実に合格、最終合格までたどり着ける。これ私今までね、もう今まで10年以上ですね、この鑑定士の受験指導をやってきた経験からはっきり言えるんですよ。ここが明らかに他の難関試験、司法試験とか公認会計士と違うんですよ。あの本当に努力は嘘をつかないというかね、しっかりと努力を積み上げた人は遅い早いはあってもね、最後足りない勉強量を補えば受かっていく。これがやっぱりね、まあ、鑑定試験の私は実は隠れた一つの魅力じゃないのかなと実は個人的に思ってるんですね。こちら。で次です。で問題はね、この勉強時間、勉強量ですよ。やっぱりね、これなんですよ。鑑定士受験生の方って有職者が方が多いんですよ。定職持ってる方多いです。さすがに最近はね、あのアルバイトで、まあ、いわゆるフリーターですね、アルバイトやってる、あるいは学生さんとかも増えてきましたけど、でもやっぱり依然としてね、特にレックの受講生さんたちをね、あの、まあ、見る限りにおいてはね、定職持ってる方が多いですね。多いですね。そうするとね、やっぱ勉強時間どうやって確保するのかってことで、一応ね、これ私が今までね、あの実際あの2次の論文試験ですね、まあ、最終合格した方たちからね、実際に伺ったね、まあ、そういうねやり方なんですよ。やり方で一応ね、まだ他にもいっぱいあるんですよ。一応ここね、スペースの関係もあって、一応4つ、あごめんなさい、5つか、丸1から丸5ね、ちょっと列挙してみましたね。でまず丸1、仕事があった日はね、もうくたびれてるんで早めに床について翌朝早起きして勉強する人が多いんですよ。多い。特に2次の論文式試験なんかそうですね。もっと言うとね、あの夜型で受かったって人、私ほとんど見たことも聞いたこともないんですよ。特に2次の論文式試験に至ってはですね。だからこうね、一応例を挙げましたけど、朝5時に起きて朝7時ですね、あの仕事行くね、あの支度始めるまで勉強するって方が非常に多いです。多い。また今実際ね、あの論文試験目指してね、勉強してるうちの受講生さんたちの中にはやっぱりこういう方多いです。とにかく朝方が多い。朝方、夜型の方はね、ほとんどいらっしゃらないですね。やっぱね、仕事持ってますもん。もう夜帰ってきたらくたびれてますよ。だから早起きしてね、あの頭がクリアな状態で勉強すると。もうこれ絶対ですね。丸一は。いいですね。とにかく朝方っていうこと。で、2番目。で、仕事が休みの日にはね、10時間近くまとまった勉強をすると。で、そうじゃないと、普段平日の日はね、こんなね、あの細切れのね、あの勉強時間しかね、取れませんから。やっぱりね、最終的にはこれなんですよ。勉強時間、勉強量確保しなきゃいけませんから、ね、ですからこの丸2ですね、やっぱり休みの日、ね、できるだけ時間確保する。もちろんね、あの家のね、いろんな事情があったりね、あの家族サービスとかね、まあ、やっぱりいろいろあるわけですよ、ね、それでもできるだけ休みの日はね、勉強時間確保する、ね、そういうことがやっぱ多いですね。で3番目、
通勤ね、当然やっぱ仕事持ってらっしゃいますから、通勤の電車あるいはバスの中でも勉強すると、これは当たり前です。まあ当たり前、こんなのはね、もう机に向かう時間どうしてもね少なくなりますから、それ以外の場所で勉強する。で、家で机に向かわなくてもできる勉強、例えば暗記ですよ、暗記ね、をこういう電車とかバスの中でやるんですよ。で、逆に今度丸4見てください。今度逆にね、論文の答案、これね、2次の論文試験なんですけどね、これ実際答案書かなきゃいけないね。で、これは当然家で机に向かわないとできないでしょ。だからそういうのはもう仕方ないから家でしっかりやるんですよね。で、逆に電車の中バスの中でもできるこういう暗記はね、電車とかバスの中でやるってこと。だから言い換えると、家で机に向かえるときにね、暗記物なんかやっちゃダメですよ。そういうこと。だからこれね、勉強場所を使い分ける、これも大事です、ね、これ心がけて受かった人たちもいっぱいいますね。で、あと最後5番目、これね、これちょっと深刻な話なんですけど、論文ね、これ2次です、2次試験の論文の力がついて、で、論文合格を狙いそうなねところまで来たとね。その場合はね、最後ね、論文試験、これね、また後でご説明しますけど、例年8月にあるんですね。8月の上旬に論文、2次の論文試験ってあるんですけど、この直前にね退職するっていうのも一つのやり方ではありますね。実際これで2次の論文受かっていった方、私ね、何人も知ってるんですよ。知ってます。ただね、一般論としてはね、私はこの丸5のやり方お勧めしません。しない。やっぱりね、精神的なリスクですね。やっぱりね、プレッシャーですよ、簡単に言うと。これ半端ないと思います。半端ないと思う。だから個人的にはあまりお勧めしません。ただね、もう本当に力がついてきて、当連とか公開もしてもね、もう十分な合格圏内に入ってね、で、試験直前だけね、仕事を辞める、あるいはお休みをするっていうのはありかなとね、それはありかなと思いますけど、ただ一般論としてはちょっと厳しいかな、ね、そんなところですね。こんなことで以上列挙いたしました。で、この後ね、ちょっとね、勉強をね、皆さんが始めるにあたって、ちょっと試験制度を軽くね、ご説明しておきたいと思います。もう知ってるよって方もいらっしゃればね、いや、よくわかんないよって、そういう方もいらっしゃると思いますんで、ね、ざっと見てまいりますよ。まず、鑑定士の資格取得までの流れですね。で、ご覧の、これ2段階です。ね、1次の担当式試験、2科目。で、2次の論文式試験、4科目。この2段階選抜ですね。2段階選抜になってて。で、この2次のこの論文試験ですね、これ受かりますと、続いて今度実務修習が待ってます。これやんなきゃいけないんですね。これ1年コース2年コース2つあってね、これご自分で選べますんでね。で、この実務修習ね終えて、で、その後晴れて国交ね、国土交通省に登録をすると不動産鑑定士になるというこういう流れですね。で、とにかくね、1次が担当2科目、2次が論文4科目、ちょっとこれ軽く頭入れておいてください。で、この後まず1次の担当式試験、これもちょっとざっとね確認しておきます。まずね、受験資格、これ制限ありませんね。これ学歴も国籍も関係ありません。もちろん年齢も関係なしです。受けられます。で、試験地ね、ご覧の通りいっぱいありますね。で、科目2科目ですね。これまず行政法規、これいわゆる不動産系の法律なんですよ。全部で37あります。私が担当してます。これ都市計画法とか建築基準法ですね。これがね、これマークシートで、これ2時間で40問解きます、ね、で、配点が100点、したがってこれ1問が 2.5 点です。ちょっと端数ですね、点数が ね100点満点40問ですから。で、もう一科目が今度鑑定論ね。これまさに皆さんが鑑定士になった時にこれを使って不動産の鑑定評価ですね、値段ですよ、土地建物値段を算出するね、それを勉強する、これが鑑定論です。これも同じですね、2時間で40問で100点で、合計200点満点です。こういうね、風になってますね。で、試験期日ですね。試験期日、一応ね、5月の中旬の日曜日っていうふうに書きました。これなんでかっていうとね、年によって若干ね、1週間ぐらいずれたりとかするんですよ。で、一応、そうですね、第2日曜日、5月のね、例年、5月の第2日曜日が一応この1次の担当式試験の日程になってますんで、ね、これたまにね、1週間ずれたりとかしますけどね、一応母の日、ね、母の日で覚えておいてください。で、午前中ね、この2時間行政法規で、1時間半の休憩を挟んで、午後が鑑定論、こういうふうになってますね。で、ね、気になる合格ラインですけど、これ今年です。2023年、令和5年ね、が200点満点中の132.5点でした。これ国交省はちゃんとね発表してくれます、もちろん
ね、従いまして66.5 ですか ね130だから6割6分ちょっとですかね。これがまあね令和5年ね今年の合格点でした。で合格率がだいたい例年これぐらいなんですよ。 33.6%、 だいたい3人に1人が受かっていく計算上ですね。結構高いでしょ合格率ね。であと男女のこんな内訳ですね。こういう年齢もこういうふうになってます。で発表が翌月ですね。1ヶ月後にね行われますんで。で続いて今度2次ですね。2次で当然ね受けられる方は担当に受かった方です。で試験値がねたった3つなんですね。これもうちょっとね増やしてほしいですね。で科目が4科目に増えますね。民法経済学会計学そして鑑定論4科目で、この民法経済学会計学この3科目をね一応便宜上教養3科目って呼んでます。教養3科目民経会ですね。民経会でそれぞれ2問ずつ出てね、それぞれ100点100点100点。だからこのねこの教養3科目で300点です。で4科目目の鑑定論ね、これさっきも話しましたね。これ担当でも出るんですね。これを使ってね鑑定評価やりますからね鑑定士がね。これがなんと300点です。300点ね。したがって合計でね600点満点。これが2次の論文式試験になるんですね。論文式試験になります。この論文と呼ばれている問題これが4問ですね。4問200点満点。あと演習と呼ばれているね問題1問ね、これ2時間で回答するんですね。これが100点で、だから結局鑑定論これが300点合計で600点、そういう構成ですね。でね試験日が3日間あります。これがねちょっと大変なゆえんのねゆえんでもあるんですね。8月の第1日曜日を含む同日月の連続する3日間です。だからもう8月の上旬の同日月で覚えておけばいいです、ね、でまず1日目初日これ当然土曜日ですね。土曜日で民法が午前中2時間、ね、これで2問答案書きます。で午後が経済学2時間、ね、ここでやっぱり2問答案書く。で2日目ですね、これ日曜日です。午前中10時から12時これが会計学やっぱり2時間で、ね、2通の答案書きます。で今度2日目の午後ですね鑑定論の論文ってやつですね。さっきの上のこれですね論文ってやつこれねこれやっぱり2時間で2問書きます。で今度3日目の午前、ね、また鑑定論の論文って言ってこれなんですよ。だから結局ね合計4問ってこと。2日目の午後と3日目の午前ね、これそれぞれ2問ずつ2時間で書くんですね鑑定論の論文。で最後3日目の午後これが鑑定論の演習ってやつ。さっきもね上でご覧いただきましたけどこれね1問なんですよ。1問でこれ2時間で書きます。でこの時だけね電卓を使えるんですね。電卓を使います。こんな内訳です。でねこれ3日目当然これは月曜日に当たりますね。同日月ですから月曜日。したがってこれ仕事持ってる方にとってはね結構きついですね。有給をね使うとかしてなんとかね受けられるようにする必要があるんですね。で合格ラインです。で今この収録している時点ではねまだ令和5年ね今年2023年の論文の発表まだ迎えてませんのでこれ前年です。昨年のデータをねお載せしました。令和4年でこの時は600点満点で369点、したがってまあ6割ちょっとですね。6割ちょっとね、これが合格ラインになりました。で合格率が、16.4% でしたね。最近大体こんなもんですかね。だんだんね合格率上がってはいるんですよ。だんだん受かりやすくなってますんでね。でこれを実際ね他の難しい国家試験と比べてもこれね結構 ね合格率高いでしょ。もう合格率が一桁の国家試験なんかいくらでもありますから、その中にあってねこの天王山での2次の論文式試験の合格で、ね、率がこんな 16.4% っていうのはね、まあ、他のなねあの難関の国家試験に比べればかなり高い方ですね。であと男女の内訳とか平均年齢とかねこういうのが上がってます。これ全部国交省の、ね、ホームページから引用いたしました。こんな内訳ですね。でね現在ね現在2023年秋ですでしょ。で来年ね2024年5月に一次の担当式試験を受けたとします。で晴れて受かるといいですね。一度担当に合格すれば今度2次の論文式試験ね3回受けられるんですよ。これがこの鑑定試験のね、まあ、ちょっと変わったねあの、まあ、特徴ですね。で来年ね2024年5月に受けてで翌月6月に受かった。すると来年ね
同じ年の8月に1回目の論文試験ですね、これを受けることができます。で、仮にこれがダメでもね、2025、さらには2026年ね、こう続けてね、もう担当受けないでいいんですよ。論文だけ受けることができる、そういうこと。で、ただちょっと注意してほしいのがね、例えば来年ね、2024年5月担当試験受けて受かったね、で来年8月ね、本来はこれ1回目受けられるんだけど受けなかったね、勉強全然やってないから受け控えしちゃったね、でもこれでもね、受け控えした場合も1回受けたっていうふうにカウントされますんでね、これは気をつけておいてください。良いですね、これね、受けなくても受けたよというふうにカウントされますんでね、これ気をつけておいてください。で、できればね、今全然ね、またちょっとお話しますけど、全然ね、論文やってなくても1科目ぐらいね、1科目ぐらいね、まだ時間ありますから、6月から8月までね、あるんで、どれかね、勉強しやすい、ね、論文試験の科目1科目ぐらいなんか手をつけて、で、下見ですね、会場の下見兼ねてね、受けるのをね、私は基本的にお勧めしてます。せっかくね、あの試験会場の空気ね、吸うことができるわけだからね、やっぱり会場に行って受験生がどんなね表情で、またどれだけのね、やっぱり真剣なね、眼差しで取り組んでるか見てくるっていうのだけのね、非常に大きな財産になると思いますんで、で、その時1科目でもいいからね、なんかこうね、仕上げていくとね、さらに次の2025年の論文本試験で本気受験の時にね、つながると思いますよ。これですね。で、とにかくね、こんな形で論文3回受けられますんでね、そうするとね、もう最近本当にね、論文も受かりやすくなってんですよ。問題も基本的な問題だし、あと何よりね、この2次の論文ですけど、採点が最近緩いんですよ。緩いの。だから最近はね、大体ね、ちゃんと真面目にやればですよ、論文3回受ければまず合格できるってことね。したがってとにかくまず担当に受かるね。これがまさに短期合格なわけですよ。その意味でとにかくまず担当に受かることね、これがまさに今回のね、このガイダンスのタイトルでもあるわけなんですね。で、担当と論文ね、分けて準備するのもね、するのが、一応ありきたりではあるけど、実は一番最も確実な合格の方法なんですよ、ね、これが私のね、結論です。で、もちろんね、時間的余裕のある方もいらっしゃると思うんですよ。ね、学生さん、あるいはね、仕事しないで、ね、思う存分勉強できるよって方もいらっしゃると思います。そういう方はね、もちろん担当と論文ですね、同時に勉強を進めるっていうのもありだと思います。実際それで受かってる方もね、もう毎年増えてますんでね。で、よいしょ、ここでちょっとね、あのレックのね、ちょっとね、パンフレットですね、こちらちょっと皆さんにね、ご覧いただきたいなと思います。こちら、これ最新なんですよ。こちらね、不動産鑑定士で、で、ここね、初学者ね、初学者向けです。初学者講座、これ目印にしてくださいね。で、ちょっとページめくります。よいしょ。で、22ページですね、このパンフレットの22ページ開けていただきますとね、この担当合格コースっていうのが載ってますね。担当合格コースっていうのが載ってます。これが一応一番おすすめです。一次の担当だけに特化したコースです、ね、全50回あっていろんな講座、これインプットです。合格基礎講座、一番大事ですね。あと行政法規ね、やっぱ毎年改正がありますからね。あと総まとめね、これ理論と行政法規両方ありますよ。で、この後担当実践答練、これアウトプットですね、これ模擬試験みたいなもんで、で、最後は公開模試ですね。で、本試験まで行くという、これが一番オーソドックスなね、コースになってます。まずはとにかく一次の担当合格を目指しましょう、そういうね、コースです。これ絶対のおすすめですね、絶対のおすすめでね。ちょっと前のページ戻ります。この20ページね、さっきもちょろっと触れましたけど、中にはね、あの担当と論文ね、両方やりたいんだって方もいらっしゃると思います。またそれだけのね、時間取れるんだとかって方もね、いらっしゃると思います。そういう方にはまずね、この基礎コースですね、全124回のね、これをお勧めしてます。これ当然ね、担当と論文ね、これ同時にやっていくんですね。で、この担当と論文のコースですけど、この基礎コースと、あと実はもう一個前のページです、フルコースっていうんですよ。これ一番目いっぱい内容充実してます。フルですから168回ね。これ基礎コースとどう違うのかなね。で、これ当然ね、共に論文が入ってるんですけど、この基礎コースの方はですね、
これほとんどインプットばっかです。アウトプットのいわゆる答練というのがこの合格基礎答練ぐらいなんですね。これアウトプットです。答案書きます。でそれに対してこちらのねフルコース、もうこれフルです。もう全部入ってます。合格に必要なもの全部入ってます。従いましてご覧の通りです。論文実践答練とかね、あと必修論点総ざらいとか、あとこれも的中答練ね、論文実践答練、的中答練、これともにね答練ね、まあ、いわゆる模擬試験みたいなものですね。こういうのが入ってきます。当然公開模試も入ってきますね。だからアウトプットも充実してるんですね。この点がさっきのね基礎コースと違いますね。こんなところです。もちろんこの辺はね皆さんがご自分でね、まあ、うまくね判断していただけばよろしいかなと思います。どれくらい時間かけられるかなね、やっぱそういうね、それはもう皆さんお一人お一人ね事情が違いますんでね。でちょっと続けますよ。でちょっとこちら見てくださいですね。でやっぱりねこの方法論ね、でその中でもこのね勉強する範囲ですね、これやっぱ大事なんですよ。大事ね。で一応ねこれピラミッド作りましたね。これ勉強する範囲のピラミッド、重要度の上ですね、これ一番大事ね。で次は中、これ2番目ね。で重要度下、これ一番重要度低いんですよ、ね、でこの時に皆さんどっから勉強しますかって話です。どっから勉強しますか、当然ここですよ、当たり前でしょ、ね、でこれはね皆さん当然ご自分の頭では分かると思うんですよ。一番重要なところからやるんだよな、これは分かると思う。でも実際独学だったらね、果たして本当にどこが大事なのかっていうのは必ずしも分からないでしょ。だからね予備校レックを使ってほしいんですよ。もう絶対に合理的な勉強ね、できますからレックはいいですね。で独学者はねここをやるここ本当にね、テキスト1ページ目からね読んだりとか、問題もね重要度考えない、ただ闇雲に解いたりとか、これ一番危険ですね。独学者に陥りやすいね、そういうね、まあ、弊害ですね。ここね、こんなうちを使っていただけばねきっちりと皆さんにねお伝えいたしますんで、よろしいですか ね。でレックにはね実際決定版の教材っていうのがねいくつもあるんですよ。もうこれが決定版っていうのが、まず一次の担当用の教材としてはね足別過去問集です。これがあります。昔からこれ一次の担当用のね、これ過去問集です。足別っていうのはね一問が五択なんですよ。一問が五択になってて、宅建が一問四択でしょ、鑑定士の担当試験一問五択で、これを足ごとにばらして、ね、内容別にまとめた、ね、もう過去問集です。だから同じ知識はセットで勉強できるから非常に効率がいいんですよ。効率がいい、ね、これ足別、ね、過去問集っていって行政法規と鑑定理論、これ2つともにあります。これ、ね、うちの、まあ、一つの売りですね。売りでもある。あと次の、ね、論文上の教材、これに関してはねこれ結構知ってる方少なくないんじゃないですかね。効果家っていう論証集があるんですよ。これ本当うちの決定版で、で中にはねこれねうちのねコース受けてない方でもねちょっとこの効果家だけね売ってくださいって言ってね過去うちのレックの本校に来る方結構少なくないんですよ。でも大変申し訳ないですけどうちのねコースですね、コースをね買っていただかないとこのね効果家だけを別売りするってのは今やってないんで申し訳ないんですけど、それぐらいねこの論文用の教材である効果家、これ本当にね人気があります。特に私がね担当している民法の効果系なんかはね本当に効果系だけしっかりやればね十分本試験で70点以上取れます。もっと言うと去年ですね、去年令和4年うちからね論文受かっていった方たち39名ですかね、その大半の方が本試験の民法で80点以上取ってるんですよ。80点以上、これ情報開示請求で分かってますね。それぐらいうちは本当にね取りますんでね、やっぱりねこれこの効果系、こういう決定版の教材があるっていうのがやっぱりね大きな強みになってますんでね、ぜひですねこれから鑑定士のね勉強やろうかなね、ぜひうちのレックのねコースまた教材ぜひ使ってみてください。絶対後悔させませんね。じゃあ以上でね今回のガイダンス終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。